ちゃこんにちは、はい、あの栗山前全日本の監督、はい、WBC も率いましたけれども、その栗山さんがチェコの野球名誉大使に就任することが21日に発表されました。チェコの野球協会から、まあそうだな、はい、あの佐々木朗希が出てこられてそうです、そうです、もう痛かったと思うし、まあその後のまあ、紳士的な、ね、はい、栗山監督の態度だとか、はい、まあ、全日本の、ね、振る舞いっていうのがすごく評価されたと思うけどもね、はい、まあ、でも侍の監督が難航してて決まらない時にやってる場合じゃないだろうって思うけどね、はい、いやだからこれ、あの栗山さんがもう一回引き継ぐんじゃないかというふうな噂が出ていた中でチェコの野球大使になってしまったので、これは WBC 次やる、いやそれは分からないけど、それは分からない、大使になるだけでね、大使の人が日本の監督になるっていうのは別におかしいわけではない、あおかしいわけでもないけど、ただねこれ決まらない一つの要因として、はい、こっからでしょ、これ3年後、まあ、例えばジャパンのユニフォームを監督として着ると、やっぱり他の球団からオファーが来た時に監督になれないらしいんだよ、まあ、そうですよね、そうです、契約的には、はい、そうなってくると虎視眈々と狙ってるやつばっかりなんだよ、あなるほど、監督になりたいと、球団の、まあ、そう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 、だからなかなかうんって言わないらしいよね、そういうことがあるらしいよ、いろんな皆さんの思惑があるんですね、そうそうそう、人生の設計の中で、そうそうそう、だからもうそろそろ監督辞めたけど監督やりたいなって、監督のオファーがひょっとしたらなんかありそうだなとか、まあ、そういう人はやっぱ全日本の監督で、ね、単発でやるよりは3年間という長期の指揮を振るうという、うん、まあ、そういうことの方がまあいいっていうふうに人生設計の中ではね思ってるような節があるんだよね、そうなんです、俺が空いてるのにって思うそうですよね、そこに T シャツにもスーパーカーって書いてある、スーパーカーになんで要するにカモンですよねまあ来ないとは思うけどさ、いや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 、まあだけどそうか、まあそういうことがあってね、なかなか切れないという、え、じゃあ今までの動画の中でいろんな監督候補の方の名前挙げてるんですけど、まあ、例えば工藤だとか、はい、高橋由伸もそうでしょ、はい、あと、まあ、井口とか、はい、ね、監督辞めたりとかしてとか、そうそうたるメンバーがいると思うんだけども、でもこの3名っていうのはさ、やっぱこう監督のチャンスってまだまだ残されてるし、人気があると思うんだよね、うん、そうなってくると全日本の1回来たばっかりにその時期を逸するというかさ、今季を逃すみたいなもんで、あ、うん、そうなってくるとやっぱ人生設計が狂うなとか、はい、まあ、そういうことじゃないの、これもし WBC の監督を引き受けた場合、他の仕事、例えばテレビの解説とか、そういうのは別に OK なんですかね、どうなんですか、でも栗山監督がやってなかったらダメなのか、じゃあ専念しない、まあ、偏った仕事っていうのはできないのかもわからないね、あ、じゃあやっぱり本当に一世一代じゃないですけど、うん、そうですよね、他の仕事、だから栗山監督はもう監督やらないでしょ、やっぱ多分他の1チームということに関しては、はい、もう一回やれんようになと思うんだよね、ただやっぱチェコの野球の名誉大使に引き受けたのでもうないっていう、いやどうだろうそれはね、分かんないけど、まあやりにくいよな、うん、まあ、大使だったらやっぱりちょっと国に来て少し野球の指導してくださいとか、うんうん、はい、まあ、そういうこともあるかもね、実際に本当にまたプールというか組でチェコと当たるとなった時にチェコのね、まあそれは勝負事だからさまあそれはそれはあれだろうけど、うん、でもここまで難航してるってことは栗山さんもやりませんよっていうふうにもうお伝えしちゃってるのかもしれないですよね、まあそうだな、うん、まあでも一番いい引き際だよ、うんうんうん、それはね、俺が栗山の立場だったら絶対やらない、やらない、やらないそうか、それはやっぱ一番いい思いをして、うん、ね、やりにくいよな、そうですね、うん、じゃあ誰なんだろうっていう、もうとっくに期間過ぎてるんですよね、監督就任の、まあそうだな、だって今シーズン例えば12チームで来シーズンは指揮取らないっていう監督はいなさそうじゃないですか、わからないですけど、うん、ってなるとじゃあ他の方から、でも有力な方 は名前が上がってるのに就任の名前が出ないってことはきっと断ってると思うんですよね、難航してるよな、うん、工藤さんとか名前出ても決まらないってことは断られてるのかな、工藤なんかはチャンスあるもんな、はい、まあ、井口だってな、
あるだろうし、高橋由伸はね、まあ、あるだろうし、チャンスがね。そうですね、一時高橋由伸さんの名前 もう読売側が OK 出したって記事が出てたぐらいなんですけども、もう誰なんですか、逆に。誰でもいいってことはないからな、だから言ってるじゃん、ダルビッシュに話したり。まあね、以前の動画でも、やっぱ求心力はあるし、まだ現役だけども、いいヘッドコーチをつけて参謀としてやらせれば、象徴だからさ、監督って、うん、WBC って。だから、その戦略コーチみたいなのが、しっかりまあヘッドコーチとかね、つけとけばいいんじゃないのかなっていうのを希望するけどな。そうですね。まあ、自身のことも契約、球団との、ね、まあまあ、契約のパドレスとね、まあ、あるだろうけども、うん、まあ、WBC って時期的にはそんなにね、負担のかかる時期じゃない。まあ、確かに現役であれば、調整というか、はい、そういうことは大変だろうけど、まあ、だけど、できるんじゃないかなっていうのは、据えといて。まあ、あと、壮行試合なんかは、オフシーズンには出てくるとは思うんですけれども、各国とも。今年のシーズン終わったら、壮行試合とかっていうのは予定ってある？じゃあもうすぐに11月にあるのに決まってない、今、9月の終わりですもんね。大変だよ。どうするんですかね、そこから、まあ、コーチ陣とか、いや、そうだよね、招集になってくるんですもんね。豊さん。お前。そうだな。真中さん。真中いいんだ。真中緩いからな、仕事が今。緩いかな。なんかこう、おちゃらけてやってるからな。ちょっとダメなのかな。本当にもう誰なんですかね。藤川球児さんは、あれか、上原さん。いや、やっぱりね、ある程度監督経験とか、コーチ経験とか、やっぱあった方がいいね。野村さん、元カープの尾形さんだったりとか。まあ、どうなんやろな、そこらへんは。辻さん、西武の元。あ、だから結局、選手からして求心力がある人とか、はい、まあ、そういうことなんだろうけどね。そうですね。あと、そうですね、海外組を呼べる監督。誰ですか。まあ、海外組は、例えば声をかけた時には来てくれる可能性はあると思うけどね。やっぱりこう日本の野球っていうのは愛してくれてると思うし、黒田とかいいかもな。あ、黒田さん、広島の、まあ、コーチ経験がないけどね、でもある程度やっぱあった方がいいんだよ、コーチ経験。秋山前ソフトバンクの監督出てくるかね。どうですかね、出てこないかな、どうなんだろうね。え、大変なことだからさ。まあそうですよね。いやいや、本当はね、貧困法制じゃなきゃいけないとかね。あの巨人の今ヘッドコーチされてる阿部さん、ちょっと記事で来シーズンは阿部さんが退団するんじゃないかみたいな記事もちょこちょこ出てたので、もしかしてって。いや、そこは分からないよ、全然。まだ分からないですかね。いや、分からないっていうか、俺は辞めないと思ってるよ。あ、そこは続投、だってユニフォーム脱いだ経緯が、うん、やっぱり路線というものがあって、うん、巨人のね、だからそこら辺で俺は辞めるっていう選択は新之助はしないと思う。そっか、うん、稲葉さんももう GM だからないですか。うん、難しいなGM 職ってさ、チームから離れられないからな。だからそれを一旦解いて、じゃあ全日本のためにっていう、うん、日本ハムの歴代監督が多いよね。多いですよね。いや、だからそれは解いて稲葉にやらすとか、うん、そういうこともありはありだよね。ですよね。オリンピックの時にあの金メダルに導いたの稲葉さんだったので、うんうん、もう一度今度 WBC へっていう。ただ WBC とオリンピックってまた違うからな。違うか、うん、そうか。もう誰なんでしょうね。分かんない俺に言われても。いや、もうみんなそれが今。あ、じゃあ俺がやる。あ、本当ですか。やったらもうトンチンカンになってる。もう何言われてもいいと。もうね、トンチンカンやるやつは、うん、この動画が良くないのかね。いや、普通にやるやつはトンチンカンだぞって。これ見て、あんな成績の上いけるっていうのが、うん、もう各国やっぱり日本を標的としてるからね。そうですよ。それに打ち勝っていかなきゃいけない動力ってすごいパワーがいるよ。こういうプレッシャーが、うん、いや、それはね、俺が言うだけじゃなくてみんな感じてるはずなんだよ。そうですよ。だって負けたら叩かれるんですよ。もう大叩きだよ。100叩きの刑だよ。フルボッコだよ。そうですよね。だからトンチンカンだってまた動画で言われるから。そうか。まあでもね、あの日本のために一肌脱いでくれる人を
叩いちゃいけないし、うん、そうですね、まあ、一生懸命やった結果、これは結果が全てだけども、うん、まあ、そんなこと誰も思わないしね。ただやっぱり人生設計として、ここ3年ぐらいでなんか監督の要請が来るんじゃないかとか、そういうことは考えてる人はいるだろうね。います。だから断れるという、うんうん、だから、まあ、それはなかなか全日本来てて話持ってこられても、いやちょっと1年間待ってもらえませんか、いや1年間待てねえよみたいなことにもなるしね、うんうん、はい、だからその人生設計の中で全日本が入ってなかったっていう人が断ってるよね。まあ、そうでしょうね。俺は何の計画もないけどね。その代わり YouTube 付きだからね。その代わりそうですよね。あの YouTube のスタッフが常時入るから。常時ずーっと入るんですね。それが条件で、それだったら OK ですもんね。ウェルカムですよ、ぜひ。丸 OK だ。もうね、両手広げて待ってますんで。そうだな、はいはい、YouTube は今やね、発信が一番早いので。またね、こういうこと言うとね、お前なんかできるはずにねえだろっていうコメントは来るのはもう分かってるから書くな。え、書くな。いや、もうそれは分かってるから来るの。分かってるから書くなって新しいですね。あ、もうそんなことは分かってるから、いちいち書いてくんない。うん、そう、重々承知ですもんね。もう最初から言っとくから。そうですね、でも書いてくる人ない。書いてくるやつはもうネットで辿っていくから。なるほど、分かりました。本当にね、はい、まあただ難航してるっていうことは、あまりにも今年のね WBC がすごかったということ、感動を受けたということ、はい、やっぱみんなちょっとひるんでるかなっていう感じもするしね。うん、まあだけどひるむんじゃなくて、日本の野球っていうのは勝っても負けてもみんな応援してくれるし、そうですね。ね、うん、先輩にはしないよ。もちろんです、ね。一生懸命戦った結果だから。はい。ね、勇気を持って。ちょっと勇気を持って。ユニフォームを着てほしいなと思う。ぜひお願いします。